中国に入っている北朝鮮キム・ジョンイル総書記を乗せたとみられる特別列車は、昨日の夜大連を出発しまして北京方面へ向かいました。で、現在はと言いますと、この途中の天津に止まって市内を視察している模様です。で、早ければ今日にも北京で胡錦涛国家主席と会談する可能性があります。こちらの映像は今日の明け方、北京方面に向かう特別列車の姿を ANN のカメラが捉えたものです。キム・ジョンイル総書記は現在北京までおよそ150キロの位置にある天津市内を視察している模様です。你看外边的警察多吗？多，挺多的。挺多，是比平常多是吧？对。我们有别的消息说他们已经出来了，然后坐着三十台车走了，您看见了吗？走了。走了，是走了。大規模な港湾開発を進めている天津市は、今年キム・ヨンイル朝鮮労働党国際部長も訪れています。キム総書記がいつ北京入りするかは分かっていませんが、胡錦涛主席は8日にロシア訪問を控えていて、早ければ今日にも首脳会談が行われる可能性があります。